五千紙幣とは日本銀行券の一つ。五千券、五千冊とも呼ばれる。異合券、英語券の二種類が存在し、小学通貨の整理及び支払い金の破数計算に関する法律により1953年末をもってどちらも執行している。これまでに発行された日本銀行券の中で最も額面が小さいものである。 1944年10月25日の大倉省、国時代489号、日本銀行券の種類に10千券及び5千券、追加、起こり口で紙幣の様式が定められている。太平洋戦争中には、金属が不足し、効果を小さくしたり、劣悪な材質の効果を製造したりしていたが、その後貨幣用材料の枯渇により10千券とともに、 小額な額面の小型紙幣が発行された。当初は51000件と同様に小学政府紙幣で代替する方針であったが、政府紙幣の新規額面の発行には法改正が必要であり、急を要することから大倉大臣の告示のみで対応可能な日本銀行券として発行された。当時は印刷局の業務が外地、占領地向け紙幣、軍票、 交際などの証券類などの製造に反応を極めていたため、以後宣言のデザイン決定後に行われる彫刻、製版、印刷、検査、仕上げといった各工程は民間企業の共同印刷にすべて委託された。表面には1900年に皇居前広場に建てられた楠木正成の銅像が上から光線が降り注ぐ光景の地模様とともに描かれている。また、 輪郭上部には、随運が配されている。裏面は下部に霧があしらわれている他は、サイモン模様のみであるが、印刷部分は、楕円形の小さめのものとなっており、周囲は印刷のない空白が広がっている。裏面の簡素さや基板号の省略のみの表記など、粗悪な作りになっている。白透かしによる霧の図柄のチラシ透かしがある。使用色数は、表面3色、裏面1色となっている。 1948年5月25日の大倉省国時代157号昭和23年5月25日から発行する日本銀行券五線の様式で紙幣の様式が定められている。戦後になり紙幣改札時に県面のデザインについて GHQ の承認が必要となった。加えて1946年には GHQ により 軍国主義的とみなされたデザインの紙幣と郵便切手の新規発行が原則禁止されたことを受け、小学紙幣のデザインの改定を行ったものである。デザインに埋めを使うなど、戦時中の違法券と印象が異なっている。表面右側にはバイカが描かれている。以降に発行される日本銀行券と同様に、文言が新たい左横書きの表記で、喫下文章は、 削除されているが、これは、英語圏のうちでは唯一である。透かしはない。また、日本銀行圏の中で最小の寸法である。印象は、表面の、総裁の印の一個のみである。印刷方式は両面とも平板印刷である。記番号については、当紙番号はなく、記号のみの表記となっている。記号の下二桁が、製造工場を表しているが、この英語千件は、 突版印刷板橋工場で製造されたものしか存在しない。また、製造機間も1948年5月から6月の2ヶ月間のみであった。使用色数は表面3色、裏面1色となっている。戦況の悪化に伴う硬化用材料の枯渇により、1944年8月まで製造されていた五千硬化の代替として発行された。 終戦直後の1945年12月3日からは新たな5000効果が一旦製造されたが、翌1946年10月2日には製造終了し、その後は再び5000紙幣のみの製造発行となっていた。最終的にはインフレーションの進行により、先端単位の現金通貨が意味をなさないものとなり、効果が復活することなく、 1000単位の法定通貨自体が廃止となった。ありがとうございます。